ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1980年代に数々の名作ゲームの登場により、黄金時代を築いたアーケードシューティングゲームの栄枯盛衰について、全4回に分けて紹介させていただきます。個展ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。シューティングゲームの最盛期といえば、やっぱり1980年代のアーケードゲームであり、少し危険な香りのするゲームセンターの爆音の中、美しいグラフィックのゼビウスやグラディウス、ダライアス、そして R タイプなどの数々の名作に魅了されたゲームユーザーは少なくないだろうね。今回の動画では、そんな1980年代中期の名作シューティングゲームたちとグラディウス誕生についてご紹介させていただきます。前回からの続き、3D タイプのシューティングゲームの登場。1983年にゼビウスの登場して以降、シューティングゲームではマップスクロール式が主流になりつつある中、ゲームメーカーの中には全く別の方向性のゲームを作ろうとする試みも動き出していたんだ。ゼビウスを真似たゲームでは面白くない。あのゲームとは違う。全く新しいタイプのゲームを作ってやろう。ということで、登場したのが 3D タイプのシューティングゲームなんだ。ゼビウスのような 2D ではなく3次元のシューティングゲームってこと？そうだね。3D シューティングゲームの始まりは、1982年に発表されたセガのZOOM-909というゲームが、その元祖なんだ。ZOOM-909？ そう、このゲームは、3D のように敵が徐々に大きくなりながら迫ってくるところなんかは、かなり迫力のある作品で、なかなか画期的なゲームだったんだけど、グラフィックにいまいちリアルさがなかったためか、それほどヒットしなかったんだ。どうして、成功しなかったの？当時の 3D ゲームは、2D を疑似的に描写しているものだったから、どうしてもリアルに描けなかったんだよ。なんだ、3D が発展していなかった、1980年代初めだもんね。そして、この欠点を補うために、考えたのが、リアルさを求めるなら、いっそのこと、背景に実写の映像を使ったらいいんじゃねえ。ということで、ゲームメーカーは、2D ではリアルな表現が実現できないのならと、次は、実写の映像を採用したゲームに、挑戦することにしたんだ。実写の映像？そう、当時、家電で普及が進んでいた、レーザーディスクをゲームに取り入れたんだよ。レーザーディスクって、なんか懐かしい響きだね。この映像技術を使うと、確かに、コンピューター処理では実現できない、リアルさが表現できるようになったんだ。やっぱり、リアルさでは、コンピュータグラフィックが本物の、映像に勝てるわけはないからね。しかし、レーザーディスクゲームにも欠点があったんだ。欠点？そう、生の映像では決まった映像しか、流せないため、どうしてもゲームが単調で、融通の利かないものになってしまうんだ。それに、使っていた映像もちょっとチャチな感じになってしまっていて、いかにも、この映像は、模型です。といった感じだったから迫力も今一つだったんだ。ちょっとゲームで採用するのは、厳しいですね。ということで、レーザーディスクを利用したゲームの試みは、普及が進まずそのまま、隠れた歴史として埋もれてゆくことになるんだ。プレイステーション登場以降なら、実現可能だと思うけど、時代が早すぎたのかな。パワーアップこそシューティングゲームだ。第二次シューティングブームの到来。ここからは、本流である、2D シューティングゲームへ話を戻して、ご紹介させていただきます。ゼビウスの大ヒット以降、数多くのシューティングゲームが発表されたんだけど、さすがにこの傑作の与えた影響が強すぎたのか、1983年以降のシューティングゲームはどうも似たようなゲームになりがちだったんだよ。ゼビウスの衝撃が強すぎたんですかね。そんなマンネリ化したシューティングゲームにカツを入れた新しい要素が登場することになるんだ。それは、シューティングゲームなら男らしくパワーアップでしょう。ということで1984年頃からシューティングゲームではこの新しい要素の追求が始まるようになるんだ。でも、最初の頃はパワーアップ要素も弾の大きさが2倍になるとか、連射できるようになるとかいう、簡単なものだったんだ。しかし、データイーストが1984年にリリースした B-Wing が登場する頃から、シューティングゲームでのパワーアップの概念が大きく発展することになるんだ。それでゲームメーカーは、シューティングゲームのパワーアップとは、多彩な攻撃方法と派手な破壊力を意味するものである。として、大きく変貌を遂げることになるんだ。確かに、シューティングゲームで一番楽しいのは、ガンガン敵を破壊していく。爽快感だもんね。そう、この新しいアイディアの登場で、派手な攻撃力は、その迫力を、一層強めることになり、その結果、シューティングと、パワーアップは切っても切り離せない間柄になってゆくんだよ。この頃からこのジャンルでは、攻撃と破壊の爽快感が、加速してゆくことになるんだ。やりすぎて、パワーアップインフレにならなきゃいいけどね。シューティングゲームにおける、パワーアップの先駆者、B-Wing。ここで少し、シューティングに新しい要素を、取り入れるようになった。B-Wing について紹介させていただきます。この作品はなかなかユニークな作品で、B-Wing でパワーアップするには、プレイするマシンに、ウィングというパーツをつけることにより、攻撃力が増すようになっていて、このパーツは、前方なら前方だけ、横なら横だけといった具合に、部分的に攻撃力をアップすることができるようになり、そのためゲームを攻略するために、敵の攻撃パターンによって、ウィングを選択するという、戦略的なプレイもできるようになっているんだ。このように、この作品では、うまくパワーアップを工夫しながら、シューティングを楽しむという、最近のゲームでは、あまり見られない面白さがあるんだよね。たまには、レトロなシューティングゲームを、味わうのも、楽しいかもね。パワーアップはさらに加速してゆく、ツインビー、テラクレスタ、タイガーヘリの登場。翌年の1985年になると、パワーアップはさらに派手になっていき、各メーカーは他のゲームにはない、新しい兵器を作り出そうと、躍起になっていたんだ。なんか、どんどんこの要素が、加速しそうな予感がするね。そして誕生した代表的な作品が、コナミの、ツインビーの分身。日本物産の、テラクレスタのフォーメーション攻撃。対等の、タイガーヘリの全滅ボンバー。などなど、このような派手なパワーアップの、アイディアは、後のシューティングゲームにも、受け継がれていくことになるんだ。しかし、フォーメーション攻撃や、全滅ボンバーなどというアイデアが、次々と湧いてくるわけもなく、そろそろネタ切れに陥ってしまうんだ。ゲームメーカーは、何か今までと違う新しいネタは、ないのか。そう言われましても、そろそろ、攻撃パターンのアイディアは、出し尽くしたような気がします。どうしたものか。と、頭を悩ませていたところ、その結論として出た答えとは、それは名作の登場によって、すべてが解決されることになるんだ。1985年、シューティングゲームの歴史に刻まれる、傑作の登場。1980年代初めの、アーケードゲームは、まさにナムコの時代であった。このメーカーは、パックマン、ギャラガ、ディグダグ、そして、ゼビウスと次々とヒット作を、連発し、アーケードゲームなら、ナムコという流れの中、そのライバルであり、横スクロールの先駆者だった、コナミは、ナムコ。こうなれば、ゼビウスを超えるゲームを作ってやる。という合言葉のもと、社内で新しいプロジェクトが、始まろうとしていた。このプロジェクトでは、スクランブルをベースにした、スクランブル2というゲームが、開発されることになるんだ。スクランブル 2？ そう、そしてこのゲームは、発売時に名前を変え、1985年5月、あの名作として登場するんだ。この作品のキャッチコピーは、1985年、宇宙が、丸ごとやってくる。そして、この作品のオープニングは、ついに、その時が来た。この異常体験は、夢でも幻でもない。異次元の世界が現実となり、我々の前にその全貌を、表すのだ。この中に宇宙があるのか、それとも自分が宇宙に迷い込んでしまったのか、常識を超えた新たなグラフィックスの、旋風が吹き荒れる。また、一つ、伝説が生まれようとしている。RUD。そう、1985年、あの名作、グラディウスが登場するんだ。おお、グラディウス。このゲームは、打倒ゼビウスに燃える、コナミが、スクランブルや、スーパーコブラでのノウハウを、さらに昇華させ、発売時にスクランブル2から、名前を改名して、グラディウスという名でゲームセンターに出現したんだ。ちなみに、スーパーコブラは、1981年に、リリースされた、スクランブルの続編に位置づけられる作品だよ。この作品の、稼働当初の正式タイトル名は、超時空ファイター、グラディウス。というもので、そして、このグラディウスこそ、1984年から発展し続けた、パワーアップ要素の集大成とも言える作品なんだ。この名作は、グラフィックや演出、ゲームシステム、そしてサウンドなど、どれをとっても、当時の最高水準に達しており、グラフィックは、印象に残る、美しい質感や、透明感のある表現が実現され、さらに、ステージごとに、全く違ったイメージの演出が施されていることも、斬新であり、パワーアップセレクトなどの、新しい遊び方も初めは、戸惑ったけど、新鮮だったよね。サウンドも一級品で、ステージごとに違う BGM が流れるなど、プレイの楽しさをさらに盛り上げてゆくことに、グラディウスによる、新しいシューティング文化の、流れ。そして、グラディウスの登場は、それまでのシューティングの流れを、大きく変えることにもなるんだ。それは、高難易度な、シューティングゲームへの研究と、挑戦という、新しい潮流をもたらすことに。それまでのゲームのほとんどは、弾をかわしながら、敵を見つけ次第、破壊せよ。といった具合に、ゲームで動きにはあまり制限がなく、とにかく打ちまくるシューティングゲームが、多かった中。しかしグラディウスでは、複雑な地形にも、当たり判定があるなど、プレイヤーの動きに制限を、つけることにより、地形の影に隠れている敵に対して、カプセルをうまく誘導しながら、背景越しに敵を撃つなどといった、高等テクニックも要求されるようになったんだ。この結果当然のように、このゲームでは難易度が上がり、今までのシューティングゲームとは違う、奥深さを持つようになるんだ。そのためプレイヤーは、グラディウスに魅了され、何度も、100円硬貨を筐体に、落とし続けることになり、それでもグラディウスは簡単に、クリアできる品物ではなかったんだ。さらに、一度ミスするとパワーアップがすべて、剥奪されるという、難しさもあることから。また、はまってしまった。グラディオスの攻略は、人類では太刀打ちできないのでは。という、一度ミスをすると、クリアが困難になるという、いわゆる、ハマりという言葉が使われるようになったのも、このゲームからなんだ。しかし、この難しさゆえに、プレイヤーの、チャレンジスピリットに火をつけることになり、グラディウスは、さらにユーザーの心を掴んでいったんだ。おもねえ、グラディウス、必ずクリアしてみせるぜ。というプレイヤーの熱意は、尽きることはなく、何度もハマりながらも、先の面見たさにプレイしているうちに、少しずつ上達していき、ついに数々の試練を乗り越えて、最後にエンディングを迎えた時の、プレイヤーの思いは、感無量と、そのユーザーにしか、味わえない感動があったんだ。苦難の後の、達成こそ、感動するものがないからね。そしてこのグラディウスの成功は、シューティングゲームに新しい価値観が芽生える、きっかけにもなったんだ。それは、やはり、シューティングゲームは、難しい方がいいのではないか。とプレイヤーも、メーカーも考えるようになってゆき、そのため、難易度の高いゲームこそ、本物のシューティングゲームである。という、ゲーム性の流れは、さらにエスカレートしてゆき、シューティングゲームというジャンルが、1980年代末に、超難易度の世界へ変貌し、一般プレイヤーに踏み入れることのできない領域へ、突入してゆくとは。この頃のプレイヤーも、ゲームメーカーも知る由もない。シューティングゲームは、難易度インフレの時代へ、突入するんだね。グラディウスが、名作と呼ばれるゆえん。このように、シューティングゲームの流れを、大きく変えた、グラディウスの人気の秘密は、美しいグラフィックや、パワーアップ、そしてサウンドなどいろんな要素があるんだけれど、その中でもこの作品が、名作と呼ばれる一番のゆえんは、ゲームバランスなんだ。ゲームバランス？そう、当時グラディウスは、一般ユーザーにとってはミスの許されない、高難易度のシューティングゲームと、思われていたんだ。確かに、難しいゲームだったよね。特に難しいと思われていたのが、ハマりと言われる状態になることなんだ。確か、一度ミスすると、永久にクリアできなくなるという、状態のことかな。そうだね。グラディウスでは、一度ミスすると、パワーアップが全て剥奪されてしまい、ノーマル状態に戻されてしまうため、もしカプセルをゲットして最強の状態になったとしても、おらー、カプセルゲットして、最強のマシンになったぞー。いけー、無双の競技空戦闘機、ビッグバイバー。と、調子をこいていると、ドカン。ひえー、ノーマル状態に戻ってしまいました。もうステージクリアーは、無理ですー。というように、最強状態になっていても、一度ミスをすると、一般ユーザーであればズルズルと、残機も削られ続け、最終的には、ゲームオーバー。このゲームは、ミスしたが、クリアーは、無理ですよ。これは無理ゲーですよー。と、最強状態の火力が凄まじい分、一度ミスした時の初期状態との、落差は、計り知れないものになり、ゲームオーバーになることはよくあること。そんな、苦い経験を持つユーザーもたくさんいただろうね。実は、コナミはこのミスすると永久に、クリアできなくなるという、ハマりも想定して設計されていたんだ。ハマりも想定していたの？そう、グラディウスでは、このクリア不可能な、ハマりの状態から、しっかり復帰できるように、ゲームバランスを調整していたんだ。そうなの？そのため、上級者になると、パワーアップが全て剥奪されてしまった、この厳しい状況から、体勢を持ち直し、ステージを簡単にクリアできてしまう、プレイヤーも現れることに。そんな、技術を体得している、グラディウスの達人たちは、この持ち直しのことを、復活ーと呼び、その復活パターンを構築することを、楽しむユーザーも出現し始めるんだ。すごい、そんなことできるの？そう、こんな、一般ユーザーから見ると、奇跡とも言える復活が実現できるのは、それはグラディウスに、ランクシステムというものが、実装されていたからなんだ。ランクシステム？そう、コナミは、最強状態から初期状態に、戻った時、復活できるシナリオも考えていたんだ。そんなの、あったんだ。そう、コナミが考えたこのランクシステムでは、ミスした後に、敵弾が遅くなったり、敵の攻撃間隔が緩くなるといったバランス調整が、行われていて。おお、品なんだ。だからもし、パワーアップが全て剥奪されても、少し練習すれば抜けられるように、難易度調整がされているんだよ。おお、さすが、コナミ様ー、無理ゲーとか言っても申し訳ございませんでした。こういった、細部に行き届いた、バランス調整の鮮やかさも、グラディウスが名作と言われるゆえんなんだよね。そのため、この完成度の高いグラディウスに、見せられ、ハイスコアを叩き出すことに熱中する、スコアラーと呼ばれるプレイヤーも出現するようになるんだ。スコアラー？そう、次は、グラディウスに身を捧げた、スコアラーの世界をご紹介させていただきます。グラディウスの面白さに魅了されたプレイヤーは、ゲームセンターに何度も足を運ぶようになり、プレイをやり込み、研究を重ねることに。当然、腕は上がってゆき、とんでもないスコアを叩き出すゲーマーが登場するようになるんだ。そして、グラディウスは、無限ループ制のゲームであり、やり込みを重ねたプレイヤーなら、ゲームオーバーにならずに、何周でもプレイし続けることができるんだ。ということは、上手くなれば、とんでもないスコアを狙うこともできるってこと？そう、ハイスコアを競うユーザーの間では、グラディウスで1000万点を達成することが一種のステータスになっていたんだよ。1000万点。この頃、ビデオゲームのハイスコアを集計していた雑誌では、よく1000万点プラスアルファなどと掲載されていて、グラディウスに魅せられたユーザーたちは、1000万点を基準にスコアを競うようになってゆくんだ。すごい、異次元の世界ですね。そう、このようなハイスコアを狙うゲーマーのことを、当時、スコアラーと呼ばれていたんだ。神の領域、スコアラー。ただし、スコアラーの世界では、この同じ1000万点でも、グラディウス稼働の時期によって、その重みが違っていたんだよ。グラディウスの稼働時期によって、スコアの意味が違うってこと？そう、グラディウスが登場した、稼働初期の頃の、トッププレイヤーの中では、後半のステージや、複数周回でミスを、した場合での、復活は、不可能である。と思われていたんだ。そのため、スコアラーが高得点を狙うときには、いかに、ノーミスで長くプレイを続けることができるか、それがグラディウスでハイスコアを、叩き出す、王道である。と言われていたんだ。しかし、攻略に燃えるスコアラーの、情熱はすごいもので、プレイを重ねることで、難しいステージでミスしても、復活できるということを発見し、難なくステージをクリアしてゆく、伝説のスコアラーが登場し始めるんだ。コナミの考えた、ランクシステムによって、復活できるパターンを発見したってことだね。そうなんだ。そして、この伝説のスコアラーたちの、存在は、ゲームセンターのプレイヤーたちの中で、口コミで広がり、そして、1986年頃になると、途中でミスをしても、再復帰して、ハイスコアを叩き出すプレイヤーが、次々と出現するようになるんだ。復活という、新しいグラディウスの魅力が、発見されたってことだね。そう、これによって、グラディウスは、どこでミスをしても復活できるようになり、コンスタントに1000万点を、弾き出す、スコアラーが続出するようになるんだ。目指せ、究極のスコア。実際に、そのような復活パターンを、習得したプレイヤーたちによって、グラディウスを、極める道は、さらなる高得点の世界へと誘うことになるんだ。さらなる高得点の世界？そう、スコアラーが次に目標にした高得点とは、それは、究極のスコア。とも言われる、限界得点の、1億点を目指すことだったんだ。へえ、1億点。そして、とうとう、スコアラーの中から、1億点を突破する、強者どもが現れるようになるんだ。1000万点が目標だったのが、とうとう1億点を目指すことになるとは。そう、この前人未到の、1億点という記録に到達した時の、スコアラーのプレイ時間は、67時間28分であり、ステージは、210周目で、1億点を記録しているよ。67時間もプレイするって、超人ですね。ちなみに、ハイスコア画面では、1億点直前の点数が、記録されるため、スコア表示は、9999万9300点という、壮大な結果であった。確か、1億点を超えると、カウンターが、ゼロに戻る直前の数値が、記録されるんだよね。さらに、この得点に至る前の、9998万点を、超えた時点で、なんと、残機の無限増加が起こり、プログラム上の限界を、垣間見ることもできるんだ。ここまで来ると、もうすでに、コナミの想定以外の出来事が起こっているような。このようなハイスコアの文化は、サラマンダーや、グラディウス2など、後にシリーズ展開される作品でも、1000万点を達成することができるようになり、これは現在でも、グラディウスに魅せられた、超上級プレイヤーたちの、ステータスとして、グラディウスシリーズの伝統にもなっているんだよ。こんな、神のようなスコアラーの世界があったとは。なんて奥の深いゲームなんでしょう、グラディウス。今回はここまで。次回は、シューティングゲームの最盛期の年とも言える、1987年に、登場した。シューティングゲームの職人メーカーの、当アプランや、ダライアス、そしてドラゴンスピリットなどについて、ご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。